ラファエル・アントニオ・ファーカルは、ドミニカ共和国、ダハボン州ロマデ・カブレラ出身の元プロ野球選手。ウト・リョーダ。1996年11月9日、アトランタ・ブレーブスと契約。1998年には、ルーキーリーグで66試合に出場し60、盗塁を記録し、リーグ記録を更新した。1999年は、 すべてのマイナーリーグで最多となる96投類を記録し、二塁手から遊撃手へコンバートされた。2000年4月9日にメジャーデビューを果たした。ベテランのウォルト・アイスと出場機会を分け合いながら、二塁手としても出場した。6月13日から6月29日にかけて、故障者リストに入ったものの131試合に出場し、40投類を記録し、 当類の球団新人記録を更新した。オフに、リック・アン・キール、J ・ペイトンらを抑えて、新人王を受賞した。2001年は、左肩の故障に悩まされ、7月6日がこの年の最後の試合となった。2002年は、リーグ2位の83塁打を記録し、4月21日には、MLB 大記録、ランス・ジョンソン以来8年ぶりとなる1試合で33。3 ルイダを記録している。2003年は130得点を挙げ、デール・マーフィーの131得点に次ぐ1900年以降の球団記録2位を記録した。オールスターに初めて出場し、8月10日のタイカージナルス戦で、MLB 史上12回目となる無補殺未摂を成功させた。2004年10月7日、ヒューストン・アストロズとのディビジョンシリーズ第2戦で、 サヨナラ本塁打を記録したが、5試合の末シリーズ、敗退した。2005年10月31日に FA となった。2005年12月19日に3年総額3900万ドルで、ロサンゼルスドジャースと契約した。2006年は4月の打率が、198と低迷したが、一番打者として起用され、続け、オールスター以後は打率33、339。 11本塁打を記録した。キャリアを通じて自身最高の打撃成績で打率300.15本塁打、63打点、37、盗塁、オプス、814などを記録し、MVP 投票では14位だった。2007年は開幕直前の3月22日に足首を痛めたため故障者リスト入りとなり、4月13日にメジャー復帰した。 5月13日から15日まで3試合連続で4アンダーを記録した。この記録は過去55年間で4人しか達成していない。9月15日にはこの年の MLB でケニー・ロフトンしか達成していない1試合4盗塁をしている。2008年、ドジャースとの3年契約を満了し、フリーエージェントとなったファーカルには再契約を狙うドジャース、オークランドアスレチックス。 アトランタ・ブレイブスなど複数の球団が獲得に興味を示した。12月16日にフルス・ブレイブスと合意したと報じられたが決裂し、17日に一転してドジャースと3年3000万ドルの再契約に合意、正式契約となった。2009年は150試合に出場し、彼が戻ってきたことで打線が生き返ったと監督の上通りを喜ばせたが、打率。 269、26 9本類打、オプス、711、12盗塁とキャリア平均以下の成績に終わり、打率は最後の20試合で361を記録して、なお自己最低だった。2010年4月下旬に、左大体裏を負傷して1ヶ月ほど欠場するも、7月第1週には打率、578の活躍で週間 MVP を、 受賞するなど好調を維持し、故障選手の代替ながら、オールスターにも選出。しかし8月に背中を痛めまたも1ヶ月の離脱。後半戦は打率、243と急降下した。2011年7月23日のワシントンナショナルズ戦で、さよならル塁打を記録した。2011年7月31日に、アレックス・カスティアーノスとのトレードで、 セントルイスカージナルスに移籍した。主力として2011年のワールドシリーズで優勝した。オフに翌年の1200万ドルの球団オプションを拒否された。あとカージナルスと2年1400万ドルで再契約した。2011年カージナルスワールドシリーズチャンピオンのパレード2012年は5月まで絶好調でオールスターゲームに選ばれた。 しかし8月30日の試合で肘を痛め、トミー・ジョン手術を受けて、シーズン終了となった。この故障により、ピート・コズマがマイナーから昇格し、出場機会を得た。2013年はリハビリで全休。オフの10月31日に FA となった。2013年12月5日、マイアミ・マーリンズと1年契約で合意し、翌6日に球団が正式発表した。 2014年は開幕は故障者リストで迎えたが、6月13日のピッツバーグパイレーツ戦よりメジャー復帰したが、9試合の出場に終わった。オフに FA となった。2015年3月16日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結ぶ。5月19日に現役引退を表明した。2020年1月、アメリカ野球殿堂の比格投票を得たが、 一票も獲得することなく、非資格投票を失った。ありがとうございます。